ここに残らせてください。聞かせてください、私の使命が何なのか。それを聞かないうちにここから帰るわけにはいかないから。それが私の運命なら、女王陛下にお目にかからせてください。私ならここにいます。私がこの宇宙の女王、あなたの未来を知るものです。地上の人間たちは知らぬことだが、我々の住む神朝の宇宙は女王陛下が守っておられるのだ。陛下はここに生きる全ての命を慈しんでおられる。そしてサクリアを調和させ世界の平和を保っていらっしゃるのだ。サクリア？宇宙にはサクリアと呼ばれる9つの大いなる力があるのよ。それぞれのサクリアを司っているのは9人の守護聖たちなのです。誇りを与える光のサクリアを司るのは守護聖ジュリアス。安らぎをもたらす闇のサクリアを司るのは守護聖クラビス。勇気を運ぶ風のサクリアは守護聖ランディ。優しさをもたらす水のサクリアはリュミエール。強さを与える炎のサクリアはオスカー。豊かさをもたらす緑のサクリアを司るのはマルセル。器用さをもたらす鋼のサクリアを司るゼフェル。美しさをもたらす夢のサクリアを司るオリビエ。そして知恵を与える地のサクリアを司るのが守護聖ルバなのです。9つのサクリアがバランスよく保たれているとき、宇宙は美と平和に満たされる。それも陛下がサクリアを調和させてくださるおかげなのだ。それじゃあ今まで私が美しい自然の中で暮らせたのも陛下のお力なのですよ。私たちが住む神朝の宇宙の他にも数えきれないたくさんの宇宙があるのです。エンジュ、その中でも今日あなたに伝えたいのは聖獣の宇宙のこと。聖獣の宇宙？聖獣の宇宙を治めるのはあなたと同い年で女王となった方。穏やかだけれど強い意志を持った人柄で聖獣の宇宙を育んできたのです。そんな女王を私は妹のように愛おしく思ってきました。ところが聖獣の宇宙は過酷な環境を持っていました。その上生まれて間もない宇宙のため女王を助ける守護聖もいません。女王はたった一人でサクリアを調和させなければならず、あまりに重い負担のせいでついに限界を迎えてしまったのです。
このままでは女王はどうなってしまうんですか。現在の事態が続けば、そう遠くない未来、聖獣の宇宙は女王もろとも消滅することになろう。私に何か、もし何かできることがあったら教えてください。もしあなたが使命を追う決意をしてくれるのなら、聖獣の宇宙にサクリアを運んでほしいのです。私が、でもどうやって。9人の守護聖があなたにサクリアを授けます。あなたはその宝石、9つのジェムにサクリアを満たし、少しずつ聖獣の宇宙に運ぶのです。あなたの運ぶサクリアが聖獣の宇宙を満たした時、女王はきっと眠りから覚めることでしょう。それが私の使命ですか。それができるのはエンジュ、あなたの他にはいないのです。とうとう眠れなかった。何もかもスケールが大きすぎて。あなたに決意を強いることはできません。なぜなら、使命を負ったその日から過酷な試練が始まる。それは何ヶ月何年かかるか分かりません。あなたはそれまでの日常には戻れなくなるのです。ゆっくりと自分の心に問いかけてください。私が願うのはあなたの幸福、あなた自身が幸せになれる納得のいく答えを見つけられるまで、私はいつまでも待っています。もう逃げてる場合じゃないわ。陛下のお手紙だ。エンジュのことを私たちに託していかれた。決して決意を強制してはならぬと。本来ならば一刻を争う事態だが、あくまでお嬢ちゃんの気持ちを大切にする陛下らしい思いやりですね。エンジュ、あの陛下は。ご公務に入られました。お会いできるのは10日後でしょう。でも心配しないで。こうしている今も陛下にはあなたの気持ちが伝わっているのよ。この宇宙のすべてを見ておいでなのですから。自らここへ来たということは、心を決めたということか。私には重すぎる使命だと思います。不安も戸惑いもいっぱいです。でも私にできることなら心を込めてさせていただきたいと思います。よく決意してくれたわ、エンジュ。では陛下の皆のもと、光のサクリアを授けよう。そなたがふさわしい魂を持っていれば、そのジェムにサクリアが満ちるはず。ふさわしい魂。サクリアはそのエネルギーにふさわしい魂を持った者に反応するのだ。もし私がふさわしくなかったら。そうよ、これまで何をやってもポカばかり、うまくいったことなんか。ダメ、弱気になっちゃ。どうした、お嬢ちゃん。大丈夫です。よいな。ではバンダツをあまねく照らす誇り高き光のサクリアよ、そのきらめきを力に変え。
エトワールのもとへ集うがよい。お嬢ちゃんには刺激が強すぎたようだ。気を失っただけだ。心配することはあるまい。念のためお薬を持ってきます。目が覚めたようだ。私は執務に戻るとしよう。ああ、こんな時はルバ、あんたの方が適任だ。エンジュ、ルバです。お体は大丈夫ですか？私、サクリアは消えちゃったんだ。私はふさわしい魂じゃなかったということ？まだ慣れていないだけですよ。がっかりすることはありません。こうなるような気がしていました。エンジュ、私ったらいけませんよ、自分を責めちゃ。失礼。私はその、なんというか、図書館にこもって調べ物ばかりしていて、女性とはあまり接したことがないのです。そうなんですか？私もです。男の人とはちっとも縁がなくて。そうですか。似てますね、ちょっぴり。ちょっぴりごめんなさい、ルバ様、心配かけてしまって。いいえ。美しい日です。綺麗、本当に。あんまり美しくて、あんまり尊くて、なんだか聖地って今でも私には遠いところみたい。エンジュだけではありませんよ。初めて聖地に召されたものは誰でも不安なものです。私も守護聖になりたての頃そうでした。ルバ様、本当ですよ。地のサクリアを司るという重大な責任に押しつぶされてしまいそうでした。大失敗も。大失敗？聖地の図書館には珍しい本が山のようでしょう。感激のあまり最初の頃は徹夜で読みふけって、執務の最中にぐっすり寝てしまったり。そう、女王陛下だって最初の頃は落ち込んでいらしたものです。女王陛下が？まさかあんなに素晴らしい方がここへやってきた時、陛下は可愛らしいお嬢さんだったんですよ。陛下はスモルニー女学院のごく普通の生徒でした。それが新朝の宇宙の女王を選ぶ女王試験を受けるために聖地に来られたのです。もう一人の女王候補はロザリアでした。まるで女王になるべくして生まれたかのように優秀で自信に満ちていて、泣き虫の陛下は自信をなくすこともあったんですよ。泣き虫？陛下が？そう、陛下はとても自然に泣いたり笑ったりされる方でした。試験の最中も地上の人々の声に耳を傾け、共に笑い、心の痛みを自分のことのように感じる方だったのです。陛下は人々を助けたいと願い、素直な気持ちのままに導いていきました。その純真さはロザリアの心にも溶け込んでいき、お二人は無二の親友になられました。様々な困難が訪れましたけれど、
陛下は笑顔を忘れなかったのです。苦しい出来事を乗り越えるたびに見違えるようなまばゆい気品を備えていかれ、そしてついに女王に選ばれたのです。女王になられた時、陛下は教えてくれたものです。特別なことを私は何もしていないの。その日その日自分にできることをしただけなの。その日その日自分にできることを。今日一日自分にできることを精一杯する。それが一番大切なことで、人は誰もがそれしかできないのかもしれませんね。今日一日私にできることは何かしら。私のことがお分かりになるんですか。自分のことのようにゆっくりと自分の心に問いかけてください。私が願うのはあなたの幸福、あなた自身が幸せになれる納得のいく答えを見つけられるまで、私はいつまでも待っています。今日私にできることがあるとしたら、女王陛下に感謝すること。私には特別な力は何もありません。できることは陛下の微笑みに感謝することだけ。ささやかなことしかできないけど、陛下に笑顔になっていただけるならどんなことでもしたい。陛下は生まれて初めて私を信じてくださった方だから、だからどんなことでも。エンジン、失敗などしていなかったんですよ。光のサクリアはエンジュの体に満ちていたんですよ。今あなたの素直な気持ちに反応したんです。ルマ様、エンジュ、ごめんなさい。なかなかいい光景だ。お嬢ちゃんに抱きつかれたのが俺でなくて残念だがな。陛下もどんなにお喜びになっていることか。ついに聖獣の聖地へ旅立つ時が来た。さあ、エンジュ。エトワール、遥かな空間を越え聖獣の宇宙へ。の宇宙、この中に聖獣の女王陛下が。今日から私の使命がここで始まるんだ。さあ、サクリアを。光のサクリアよ、心を込めて祈ります。どうかこの聖地に力を与えてください。それでよい。今日より少しずつサクリアを運ぶのだ。いつか必ず聖獣の宇宙に奇跡が起きよう。いつか、きっと。
エンジェル、おめえよ、最近ちょっとはしゃぎすぎじゃねえのか。そんなことだと絶対失敗するからな。知らねえぞ。そしておめえは伝説になる。